勢はやばいで、点呼の時に人数減るんやで。今まで様々な検証で、我々に驚きと感動を届けてきた水曜日のダウンタウン。今回はスポーツ強豪校の真の姿を暴いてしまう、最初期の伝説会として名高い、PL 学園野球部この世の地獄説について、当時の2チャンネルの反応をご紹介します。放送日は2014年8月6日、元巨人軍の橋本清さんがプレゼンターの元放映。説の内容としては、巨人軍で中継ぎ投手として活躍した橋本さんが、ご自身の出身校である PL 学園の異常な生活を赤裸々に語り、さらにその他の過酷学校の実態も徹底調査するというもの。我々が思い描く青春な高校生活とは程遠い、獄中のような様々な過酷すぎる生活を送る学生たち。カラカラの喉をなんとか潤そうと泥水をすするもの。脱獄犯と同じ手法で脱走するもの。学校を欠席したいがあまりに醤油を一気飲みするもの。厳しい体罰と上下関係が敷かれた学生生活の中で、なんとか生き延びようとした皆さんの経験談には、震え上がりながらもあまりの必死さに爆笑してしまう、水曜日のダウンタウンきっての神回の一つとして名高い本説となっております。それでは早速放送当時の2チャンネルの反応を見ていきましょう。この番組案外面白い。この企画よく通ったな昔のこととはいえ。日生学園はマジ決まる。発信焼けすぎやろ。橋本か立浪と片岡も出せ。地獄なのは OB だろ。今となっては過去の話やな。今は違うってのちゃんと言わないといかんで。春夏合わせて全国優勝7回を誇る、高校野球界の超名門である PL 学園野球部ですが、プロの方が厳しいのではと浜田さんが質問すると、プロは契約金をもらうが、PL 学園は契約金もらってでも行きたくないと答える橋本さん。そんな橋本さんが送った学校生活の異常さを語ります。PL 学園の過酷さ丸1、24時間気の抜けない寮生活。各学年一人ずつの3、4人部屋で、先輩の身の回りのお世話をしなければならないという重労働の寮生活。ちなみに橋本さんは2学年先輩の清原和弘さんと同部屋でした。しかしこれはあくまでも身の回りのお世話だけで、付き人が別にいると語る橋本さん。その付き人という単語に、付き人って何すか、高校生でしょ、と松本さんからツッコミが入りスタジオは大爆笑。その聞き馴染みのないワードにすれないもツッコミが溢れます。PL 学園の過酷さ丸に、付き人制度。炊事、洗濯、マッサージなど、3年生のお世話をするというもので、食事に関しては寮なので食事は給食センターから来るが、先輩好みの味に変えなければいけません。例えば生姜焼きなら、生姜嫌いの先輩のために肉を洗って生姜を完全に落として味付けをし直さないと、お皿がフリスビーのように飛んできます。先輩のお世話かっこいいミシン。清原。また最悪な先輩に。そら今の世代は遠いに行くわ。なお立浪は桑田に洗濯物畳ませて昼寝しとった模様。野球部の悪いとこ凝縮したようなとこだよな。先輩のお好みの味かっこいいミシン。肉を洗う。なんやそれ。冷しゃぶみたいにすんのか。今の話で、立浪はケチャップのタイミングがうまかった話がなんとなく理解できたわ。厳しいのは大事だよ。PL はこの方針一掃してから露骨に弱くなった。PL 学園の過酷さ丸さん、返事ははい、いいえのみ。いいえはまずないので、基本ははいのみとなりますが、どうしてもはいと言わなければならない状況の時は、スーッと息を吐くようにごまかし、グレーゾーンに持っていくという技を使ってピンチを切り抜けます。ちなみに意地悪な浜田さんより、先輩の桑田さん、清原さんならどっちが優しかったんですか?と質問されると、スーッとごまかしスタジオ、すれないともに大爆笑となっておりました。PL 学園の過酷さ丸4、部屋では常に正座。PL 学園の過酷さ丸5、目覚まし時計を鳴らしてはいけない。目覚ましをかけて上級生より早く起きますが、先輩を起こさないようにアナログの目覚まし時計が鳴る直前のカチッという音で起きなければなりません。スー、立浪が言ってたな。やっぱり1年生からエースとかでも下っ端なんかな。ヤクザか何か?って宗教学校だったよな。みんな信者なん。ハマタンを。答えられない。うまいこと流したな。ベルが鳴る手前か。これよく聞くな。前剣あたりもこんなだったんか?おもろすぎ。だから最後には暴力沙汰になるんだろうな。PL 学園の過酷さ丸6、寮の周りは有刺鉄線が張ってある。生徒が脱走しないように、学校とは思えないほど厳しい環境が整備されています。さらに徹底した情報管理もされており、過酷な生活で疲労骨折を起こすも、敷地内に隣接する PL 病院があるので、体罰などの情報は外部には漏れないようになっています。
PL 学園の過酷さ ⑧ 野球部の教室は地下。PL 学園は男女共学ですが、野球部の教室は地下にあり、上に上がれなくなっているという男子校状態。当然女子との接触は皆無で開示さながらの学校生活を送ります。これには、どこまでオンエアできるのかと松本さんも絶句しますが、しかしこれはあくまでも昔の話で今はそんなことはないと橋本さんは付け加えました。PL の花火大会が直視できないと松本さんがつぶやくと、スタジオの西川貴則さんより、誰かの悲しみが空に上がってるように見えますもんねとコメントが上がるとスタジオは大爆笑、すれないは同情する声が次々に上がっておりました。暴露しすぎやろ。大罰的な故障？トイレの水飲んでたのって PL？ そら宮本もああなりますわ。宮本の引退試合に集まったメンバー怖かった。怪我させたらあかんやろ。有刺鉄線。開示か何かですか？隔離施設やんけ。刑務所よりひでえ。闇ありすぎやろ。そらプロで遊ぶわけだ。強豪の部活ってもはや軍隊と変わらんでしょ。戦中じゃないんだぞ。ちなみに PL では先輩のしごきは教育的指導って言われてるからな。浜田と今田浩二の出身校の日生楽しみ。トンネルズも似たような話しとったなぁ。帝京高校の横に帝京大病院あるから。招集力おじさんちょいちょい面白いコメントするなぁ。ちなみに神奈川の名門、武装高校軟式野球部出身のスタジオの出川さんは、同様に過酷な学校生活だったようですが、軟式野球部で地獄だったから、PL 学園硬式野球部は地獄どころじゃないというのは想像ができる、とコメント。武装高校軟式野球部の過酷さ、正座手上げ。部室の前で両手をまっすぐに上げ、目をつぶったまま正座をし、先輩が声が出ていないとカツを入れると、はいと大声で返事をしなければならない訓練が1時間ほどあったのだとか。最初は大したことはないが、10分ほどで手がしびれてだんだん下がってしまうと、先輩からビンタされると過酷なエピソードを語っておりました。こんなん野球する環境ちゃうやん。先輩、俺下手くそだよな。後輩、いいえ、先輩、入ってええやボケ、ボコ。武装てインフィールドさよならの？あれ辛いらしいな。新ギャグかな？金本も言ってたな。金本はグーパーしとったな。一年が彼女作ったらどうなるんやろな。空気椅子とかいう腰壊しかねないやつやらんだけマシや。昔の PL 野球部と昔の日生どっちが地獄なの？様々なエピソードで、PL 学園野球部こそ一番の地獄だと語る橋本さんですが、果たして本当なのか全国の過酷学校を一斉調査することに。エントリーナンバー1、世田谷学園柔道部、バルセロナ五輪柔道71キロ級金メダリスト、古賀俊彦さん。世田谷学園柔道部の過酷さ、保護者もろとも説教。古賀さんをはじめ、多数の金メダリストを輩出した柔道の強豪校として有名な世田谷学園柔道部院は、もともと行動学者という柔道塾に入門しており、この塾を作った横地先生は戦争で軍人経験をしているため、結果を出せば喜ぶという先生ではなかったそうで、勝負に対しての判断基準は、命を懸けてるかどうか。そのため、古賀さん一同が日本一になった時に部員も保護者も、よかったねと大喜びしていたところに先生が集合をかけ、お前たちは命を懸けていないと1時間説教。応援に来ているおじいさん、おばあさんまで直立で話を聞いていたと語っておりました。世田谷学園は名門やね。柔道はあかん。なんで生きるか死ぬかの話になるんですかね。いや陸軍クソ。世田谷学園というか行動学者があかんわ。生きるか死ぬかの説教。さっきの PL の話聞いたらめっちゃマシに聞こえる。これ学校の話じゃないだろ。柔道みたいな技を制限しまくってる競技で命をかけるとか頭おかしいとしか思えないんだよな。今は Twitter とかネットのおかげでだいぶ減ってるやろ。松本が浜田に対して番号で呼ばれとったっていじりするかな。世田谷学園柔道部の過酷さ、三欠練習。練習場すべての窓を閉め切って練習するというもので、その中で30から40人の部員たちが必死に練習を行います。すると畳の上に汗だまりがたくさんでき、次第に酸素がなくなっていくという地獄のような練習。部員は先生の目を盗んで、窓のわずかな隙間に唇を当てて、なんとか呼吸をしていたと語っておりました。名前でヤバいのがわかる。頭おかしい。平気でコーチトレーニングか。普通に危ねえだろ。戦前の日本の軍隊がやってたと言われても信じるレベル。低酸素訓練やろかっこ適当。それでプロになれたらええけど、それでも一握りなんやろな。ガチなやつしか来ねえな。水ならまだしも空気って。ジェップやばすぎる。昔は精神論ばっかりやったから。なんで死人が出ないんだ。関節キス狙い放題やな。エントリーナンバー2、市立船橋高校サッカー部、ペナルティワッキーさん。市立船橋といえば、
全国優勝13回を誇る高校サッカー界の超名門校。そんな市立船橋高校サッカー部の過酷さ、永遠ダッシュ。部員のプレイが悪いと集合をかけられて、走れと言われ、そこから先生が終わりというまで永遠にダッシュし続けなければいけないというもの。グランドの端から端まで100メートルちょっとを、一番長い時で7時間ダッシュしたこともあると語ると、パネラー一同、と驚きの声を上げます。選手の8割は疲労骨折していたため、授業はみんな氷で冷やしながら受けます。市立船橋高校サッカー部の過酷さ、練習中の飲み物は泥水。水を飲むことは許されていないため、飲めない練習中に雨が降ってきたらラッキーで、水たまりができるまで待ち。先生に背中を向けてスライディングし、水たまりの泥水を吸ってしのぎ、ドブの水を飲むなどもザラだったと語ります。僕が言いたいのは永遠。ワキビッシュやメイヤ。永遠。ダルビッシュ。永遠ダッシュっていう名前がもうおもろいわ。試合できねえじゃねえか。AKB の曲名みたいやな。レンジャー訓練やな。寄生虫不可視。PL やとトイレの水やっけ。水が飲めないのはきついよな。昔じゃ当たり前だったけど。そりゃ日本強くならないわ。エントリーナンバー3、日生学園第二高校、1981年入学、今田浩二さん。浜田さんの出身校でもあり、その厳しさで有名だった三重県の山奥にある全寮制のこの高校。日生学園第二高校の過酷さ、便器を素手で磨くのが伝統。便器に手を突っ込み直接手で洗うというもので、掃除ってどこの学校もそうでしょ？と今田さんはとぼけながら話します。日生学園第二高校の過酷さ、校長先生から目をそらすとペチペチ。校長先生の話を聞くときに先生から目線をそらすと、どんな大勢の生徒がいる中でもバッと校長先生がその生徒を指さし、両脇から先生がそっと来て体育館の外に連れ出され、ペチペチされてしまいます。日生学園、本命来たぜ。浜田の母校来た。伊賀忍者の里かな？Google Earth クソワロタ。立地が少年院なんだよな。脱走した今田さんやんか。誰ぞうの母校やん。もうほんと日生大好き。今だって寺の息子やろ。そんなとこ入れられるくらいドキュンやったんか。なんやその伝統。マジかよ電気最低だな。トツカヨットスクールかな。へえ、ジョジョのボルナレフやんけ。掃除にならんやろ。共産権やんけ。実際はボコボコやろな。完全に刑務所だな。この世代が今全国で指導者になってるんだもんな。そりゃ体罰なくならんわ。浜田はここで生徒をまとめて今田は逃亡した。日生学園第二高校の過酷さ、甘いものは外部の協力者から入手。学校の規則で甘いものなどお菓子類は一切禁止。そのため、砂糖が貴重品という中世のような話。外から帰った生徒が変なものを持ち込まないように身体検査されるのでお菓子を持ち込めないが、生徒たちは工夫して持ち込みます。生活用品は親から送ってもらえるので、手紙で砂糖の袋を綿の中に入れて送ってくれと親に頼むのですが、今田さんの場合はイチゴミルクの飴を送ってもらっていました。月に1回の面会日で親と敷地内で自由に過ごせる時間には、親が用意してくれたケーキを陰で完食してから寮に戻っていた、という獄中映画さながらのエピソードに、すれないは爆笑となっておりました。身体検査。プリズンブレイクかな？砂糖が貴重品とか中性かな？運び屋。守るやないねんから。ケツの穴に隠すんやろな。甘いものないのは若いうちは意外と辛い。何が目的で入学するんだよ。浜田以外スタジオドン引き。ここ甲子園出たことあるよな。鮫島秀樹、元プロ野球選手、東京ヤクルトスワローズ、何気にプロ輩出してるんだな。日生学園のホームページが落ちたぞ。日生はあかん、宗教より怖い。また上下関係は厳しく、皆が寝静まってからトイレに呼び出され、先輩からお腹に蹴りを入れられるという指導を受けることもあると語ります。ちなみに浜田さんは在学中は副学寮長という、伝説的ポジションを担っており、なぜか今田さんは、卒業後吉本に入ってから指導を受けていたそうです。ここで映し出された浜田さんの凄みと迫力がある在学中の写真に、スレミンは震え上がりレスが加速していきます。こえヤクザかな？刑務官やんけ。迫力ありすぎ。副組長かな？これはやってますわ。浜田の高校時代の写真ほんと草生える。高校生の顔ちゃうで。浜田はほんまやばい。芸能人慣れてよかった。これに耐えたら社会なんて楽勝だから理にはかなってるわ。そんな過酷な生活に耐えきれず、今田さんは1年生の秋に脱走を決意。
夏休み明けに大阪まで帰る電車代をパンツに隠して持ち込み、10月に消灯後体操服で1階のトイレの窓から脱走。最寄り駅から電車に乗ると近隣住民に見つかり通報されてしまうため、山を2つほど越えて2駅ほど先の駅まで行き、野宿してから電車に乗り大阪の実家へ逃げたのだとか。その後、辞める手続きで一度学校に戻ってくださいと連絡があり、親と一緒に戻ったが、学校を続けるというまでこの子を殴りますと母親の前で先生が宣言。5、6発目にはもう続けますと言ってしまい、再び地獄の学園生活へとリターン。しかし冬休みの帰省をきっかけに、結局1年生の冬に退学してしまったと語っておりました。ちなみにこれは30年以上昔の話で、その後教育方針を大幅にシフトチェンジ。今はすっかり普通の学校になっているようです。教養ピンかな？脱獄？プリズムブレイクきたー。ストーンオーシャンかな？北朝鮮かな？38度線超えたのかな？かっこすっとぼけ。最大限言葉選んでこの子はさ。こんな学校に送る親どうなっとんねん。地元民やけど日生はやばいで、転校の時に人数減るんやで。映画化できそうな脱走劇だな。今田は同級生が先輩に掘られているのを目撃して、次は自分の番だとおののいて脱走してそのまま退学したんだよな。京志郎2030の世界やな。受刑者の話聞いてるみたいや。浜田大爆笑してて草生える。浜田さんが当時の日生学園をしっかり卒業してるという事実がすごい話ですが、一度浜田さんも脱走し、松本さんへお金持って迎えに来てくれと電話し、待ち合わせの鶴橋駅まで迎えに行ったことがあったのだとか、お腹も空かせていたので立ち食いうどん屋に連れて行くと、熱々のうどんを一すすりで食べてしまったそうで、その様子を見てすごいんやなと思ったと語っていました。また寮生活で隔離されていたため、世の中の情報を得ることができず、夏休みなどに帰省すると、歯磨き粉のアクアフレッシュが3色なことなどにいちいち驚いていたそうです。在学中、唯一仕入れられる情報源は月に一度バリカンで散髪するときに敷く新聞。他の人に散髪してもらいながら、裕次郎入院してるやんなど世間の情報を得ていたと語り、スタジオは大爆笑。はまたはラテルで。よく鶴橋までたどり着いたな。ひとすすり。戦友やな。こんなんもう新入生入ってこないやろ。久しぶりに聞くなこの話。浜田がこれ語るの珍しいよね。語りたがらんよな。浜田は裕福と貧乏両方経験してるからすごい。山奥の学校って高野山の大学といい宗教系のイメージやわ。あとこういう学校の方がヤンキー多い。アクアフレッシュ。ブーカは。隔離とか言うなや。情報のなさすげえ。うんこの滑らない話。ほんまの意味でのプリズンスクールやな。明徳もそんな感じちゃうかったっけ山奥の監獄。なんや収監されてた人特集会な。ちなみに、外部との接触を完全に断つため、浜田さんの在学中は遠足や修学旅行もなかったとのこと。また、思春期の女性に対する欲求不満はどう処理していたのかと、三浦さんからの質問に、帰省時に畑中陽子さんのヌード写真を持ち込み、トイレの鏡の裏にみんな隠し入れていたと、浜田さんは当時を振り返ります。そら男やろ。大石大二郎で抜くやつ。大石大二郎で抜くことができた遠藤は幸せだったんだな。てやめや。モザイクで草。お茶の間冷えてるか？まっまと見とるわい。無事死亡。日生のホームページ繋がらん。エントリーナンバー4、足利工大附属高校レスリング部、川田俊明さん。三沢光晴さんや、八津義明さんなど、多くの名選手を輩出した強豪のレスリング部は、常軌を逸していたといいます。足利工大附属高校レスリング部の過酷さ、自丸寸前の過酷な練習。スパーリングは時間が決まっておらず、先生にいいと言われるまで終わらないので、最低でも2時間以上は続く上に全く休憩なし。夜中になると学校の屋上から飛び降りようかなと思うぐらい地獄だった。何回も屋上に上がったことがある、と川田さんは語ります。そんな自丸を考えるほど過酷な練習は、元日以外364日休みなしで行われていました。それだけの過酷さでもあり、一度集団で足を銅山の山奥に脱走したことがあったと川田さんは語ります。食べ物もない中、池の野望を取り合いて食べ、中にはカエルを食べていた先輩もいたそうです。三沢と川田とか泣けるわ。痩せたな川田、もう普通のラーメン屋の親父やんけ。飛び降り。一郎でも年いつか休んでんのに。唐沢隆弘みたいなんやな。足を銅山はあかん。田中正造かな。当然の脱走エピソード。ベアグリルスかな。話のレベルがシベリア抑留と同じレベルなんだが。エントリーナンバー5、東京朝鮮高校ボクシング部、WBC スーパーフライ級元王者、徳山正森さん。
世界チャンピオンを輩出した強豪校ボクシング部の監督がとにかく怖かったと語ります。東京朝鮮高校ボクシング部の過酷さ、スパーリング中監督からもパンチ。当時、監督に嫌われている生徒がよその高校へスパーリング練習に行った際、マウスピースを忘れたものの、先生にバレたら丸されると思いそれを黙って練習。しかしすぐにマウスピースをしてないことに気づき、リングに上がってロープの外でずっと待ち構えている監督。コーナーまで戻ると、後ろから監督に殴られるので、その生徒は相手のパンチを避けつつ、先生のパンチも避けながら練習していたそうです。そしてスパーリングが終わってクタクタになってリングを降りてグローブを外しているところに監督が走ってきて、何も言わず飛び蹴り。朝鮮高校とか聞いただけでヤバそう。一番闇深そう。超高系ってスポーツ強いよね。昔の大阪朝鮮は高層ばっかやったからな。友達のおとんが度胸試しで殴り込みによく行ってた言うてたわ。飛び蹴り。ほんまにあかんやつや。明日の上やんけ。無法地帯やんけ。東京朝鮮高校ボクシング部の過酷さ、恐怖の人間リング。リングがない時代でもあり、人間リングと呼ぶリング代わりに部員たちで手をつないで、その中でスパーリングを行うのだが、リング端に追い詰められると、リングを作っている先輩たちからキックがバンバン飛んでくるわ、前からも先輩にどつかれるわという逃げ場のない状況だったそうです。殴られ蹴られが当たり前になっていたという川田さんの話に、スタジオの西川さんがファイトクラブですよ、と思わずつぶやくほどパネラーの皆さんも驚いていました。四面楚歌。パッチギのまんまやな。イノコマックスしかな。スタジオドン引き。ストリートファイターかな。おいおい軍隊の CQB か。地下ファイトクラブ。三浦本気で怯えててくさ。エントリーナンバー6、宝塚音楽学校、元宝塚歌劇団月組男役、阿長さん。宝塚音楽学校の過酷さ、お風呂にめったに入れない。先輩が言うことは絶対で、その日一日で一回でも怒られるとお風呂に入ってはいけないというルールがあり、結果的に35人いるとすると5人ぐらいしかお風呂に入れません。宝塚はまた別の意味でヤバそう。ここは話せないことの方が多そう。上下関係は女の方がヤバいだろうな。リリアン女学園みたいなんちゃうの？翔子お姉さんは裏ではめっちゃきついって暴露してたぞ。絶対臭い。何の理由があるんや。山くそ。昔の教育って割と頭おかしい。生理で何日も風呂入れないとかなりきつそう。宝塚音楽学校の過酷さ、お風呂上がりもリーゼント。もしお風呂に入れたとしても、サラサラの髪の毛の時に先輩に会ってはいけないので、脱衣所でジェルとスプレーで髪の毛を固めなければいけません。しかもその過酷な状況を外に漏らすと、外部漏らしという罪に問われ、怒られる一つのネタになっているそうです。受かってすぐ3日間ぐらい生かされる自衛隊の方が全然楽だと、最後に阿長さんは笑いながら語っておりました。外部漏らしという罪って、むちゃくちゃや。外部漏らして、その時点でもうやましいことしてるって認めてるようなもんやんけ。女子の方は大体男には理解不能な制約あるからな。阪急電車にお辞儀。自衛隊の方が楽？こういうところで生活できる人ってすげえな。宝塚に関しては割とマジっぽくて怖い？男の方はわかりやすいけど女はどこまでも陰湿やねん。番外編、陸上自衛隊レンジャー隊員、弾丸ジャッキーテキサスさん。陸上自衛隊レンジャー隊員の過酷さ、大便中もバディと一緒。レンジャー訓練中は、最初の3ヶ月間共に生活するバディを決められ、その相方と常に一緒に行動しなければならず、トイレの個室も一緒に入らないといけません。出た弾丸ジャッキー。こいつレンジャーなのかよ、ヤバすぎない。レンジャーとかエリートやんけ。レンジャーは普通の自衛隊とは全く違うしな。あのさ、あ、かっこ察し。ホモ換気。ホモ養成所かな？湾内の落武者の企画でレンジャー訓練見たけど、あれは遊びでしょ？陸上自衛隊レンジャー隊員の過酷さ、可愛がっていたペットを食べる。レンジャー訓練の最初に鶏を渡され、名前をつけてペットのように可愛がりますが、その鶏を訓練の最終日に自分でさばいて食べるという、精神的に追い込む過酷な訓練があるのだとか。自分が生き残るために大切なものでも犠牲にしないといけないという訓練で、皆泣きながら鶏の後頭部に針を刺してたと語っておりました。名前付けさすなよエグいな。農業高校かな。銀のさじかな。悲しいな。あの子キペマジやったんかい。田舎の農家の子なら余裕や。締め方がリアル。精神破壊訓練やな。どこの軍隊でもやるらしいな、こういうの。なんか相棒を裏切らないといけない試験があるんだよね。レンジャー訓練くらいやもん、自衛隊ヤバいの感染症の危険を冒してまで水飲んだりするとか。VTR 終了後、学校を休みたい時は、なんとコップ一杯の醤油を一気飲みして熱を38度まで出していたと語る浜田さん。これは醤油飲み、
という第二次世界大戦中の日本にて、実際徴兵逃れにて使用されていた伝統的な仮病法で、戦後にもかかわらず浜田さんがこの手法を使っていたという驚愕の事実が判明します。これには命がけですよ、と思わず西川さんも突っ込みますが、あまりの過酷エピソードに、スタジオの皆さんは笑いながらもドン引きに。ただ、本当に腎機能障害を引き起こす可能性が高いものでもあり、くれぐれも真似はしないようにと注意喚起のナレーションまで入ります。醤油、赤髪開始かな？戦時中じゃねえか。徴兵拒否かな？肝臓壊れるぜ。浜田すげえな。日清そんなヤバいんか？なおこんなものは表に出せるほんの一部。すげえな。日清は動画見たらとても耐えられそうもない。マジでヤバいところだな。こりゃいいことを聞いたで、野球民は大喜びで山に帰ってきました。伝統にしなくていいからかっこ良心。様々な学校生活の話の中でも、PL 学園の話は想像を絶する過酷なものでしたが、そこから学んだこともあったのでは？と松本さんからフォローが入ります。橋本さんは逆転の PL とよく言われるが、これだけのことをやってきたから絶対負けないぞという精神的な強さが培われたと語っていました。対して部活でもない中、浜田さんがなぜ3年間日清学園で頑張れたかが理解できないと話す松本さん。ちなみに浜田さんが高校3年間の経験で今も生きているのは、1個でも下だったら呼び捨てと答えると、松本さんより、浜田さんも可愛がっていた後輩は後頭部に針刺しますもんね、とレンジャー訓練ネタでスタジオの爆笑をさらい、スレミンもそのブラックさに思わず爆笑となっておりました。様々な厳しい学校のエピソードを語りましたが、そんな過酷な学校生活を経て皆さん今も活躍中ですという検証結果となり、ある程度の厳しさも大切だった時代なのかもしれません、というナレーションで終了となりました。それで今年甲子園に出れますか？これ清も言っとったな。相手も同じことしてきた学校なら。そんなんお前らが強かっただけやで。宝塚なんか閉鎖的にしたら表現力失われそう。日清は別格やったな。イルミかな？ニワトリかな？松本冴えてるな。本当にやってそう。滑らんな。今日の松本面白すぎるわ。日清の話浜田から聞けただけで満足や。そして PL 学園の寮生活と肩を並べるほど過酷エピソード満載の日清学園ですが、2022年10月15日に放送されたジャンクスポーツの中で浜田さんは、高校生活の罰則の中で最もきつかったのが、連帯責任としてコンクリートの床の上に10時間正座をさせられたことで、登校して教室目の前にして、その廊下で正座言われて、9時ぐらいから夜8時くらいまで、と理由もわからず正座させられ、自然と涙が出てくると語っていました。ちなみにすれないでも、なぜわざわざ当時の日清学園に入学したのかと疑問の声が上がっておりましたが、浜田さんは中学時代、友人宅が留守なのに腹を立て、ノコギリでドアを破壊するなどやんちゃだったそうで、普通の高校では対応できないと、先生が浜田さんのお父さんに日清学園を勧めたことで入学したそうです。以上、PL 学園この世の地獄説、当時の2チャンネルの反応はいかがでしたでしょうか。どんな困難も耐え抜く強い精神力を培うための過酷な環境だったからこそ、各方面の第一線で活躍する有名人が多く輩出されたのかもしれません。一昔前の話とはいえ、ともすると各方面からクレームが来そうなギリギリのラインを攻める企画を通したのは、さすが水曜日のダウンタウンだなと感心してしまいました。すれないでも様々な学校が挙げられており、ぜひ第2弾として面白い個性を持つ学校出身者のエピソードも集めるというような別角度の企画を密かに期待しています。このチャンネルでは水曜日のダウンタウンの説について、解説や反応をお届けしております。水曜日のダウンタウンには様々な説がありますが、あなたのお気に入りの説は何ですか？ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。もしかするとあなたのお気に入りの説についても、お届けさせていただくかもしれません。ぜひ次の動画を作る気力にもなりますので、高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。